ドナーバス、うん、私はずっと死んでるんでだから身の回りのこと全部やってくれる優しい人だったり。特に、 特にだからといってやってほしいことはないけど、分かってるのになんでそんなイライラしてんのとか言われたくはないかもしれない、まあ、変に気使わなくても、うん、普段通り優しくしてもらえればって基本的に動けないぐらい痛い人とかもいるから、全然約束とかキャンセルしちゃっても怒らないでください。痛くて気絶する温めてほしいです、癒してほしい、癒してほしい